我が国の多彩な文化を京都から世界に発信する、今日集まりの皆様方にはご自宅の文化芸術のこれからについてお話を聞かせていただければと。日本の一番良いところの一つというのは、全国各地に多様な歴史とそれから気候風土に根ざした非常に多様で豊かな文化資源がもう全国にある。弊社は西陣織を取り営んでおりまして、世界で初めての150センチの幅の西陣織を織れる織機を開発しまして、まあ、新しい形で日本のですね、財産強みというものを海外に展開する。腰をもう実は時期の亀でそうと思っておりまして、55年ものぐらいまでのお酒をストックを持っておるというような蔵でございます。文化というのは日常の私たちの当たり前の生活の中に普通に存在して息づいているからこそ魅力的であり、また継続していくものではないかというふうに思っておりまして、いろんな国で作品を発表してきたんですけど、なんかみんなにユニークって言われるようなものは、京都にあるお寺とか建物とか、あとちょっとスピリチュアルな風習みたいなものに影響を受けて、この土地だからこそ生まれたのかなって。で、日本はアート市場が発達してない、芸術家が伝統産業の担い手が本当に暮らしていけないと。改めて文化芸術っていうのは、一人一人の心を豊かにするだけではなくして、日本を元気にする、さらにはこれ日本を成長させることにもつながる。文化芸術による地域の活性化、あるいは国内外の発展、こういった点についてもより充実したものを今年度末までに新たな文化芸術推進基本計画内容をしっかり盛り込んでいきたいと思います。改めて今日多くの皆さんのご意見に感謝を申し上げます。誠にありがとうございました。